ナマンダブツ、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 司会のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。毎朝録画をするようにしてるんですが、明日はなかなか多忙なんで、そんなわけにはいかなくて、夜になっていますけれども、明日の分を録画しようとしています。明日は対話回りが終わりましたら、彦根市の淳正寺さんに伺いまして、昼ご飯のお弁当を配るということで、昼ご飯のお弁当に詰めて配るという、これダブルヘッダー子ども食堂の第1回目第1試合を行いまして、でそれからあとあるおごやさんがね、たくさんお酒あるさかお酒あげようってね、へっへっへと思ってないわけでもないんですけど、私はそんなには飲みませんから、私んとこのご門徒でめちゃめちゃ酒飲みの人が山ほどいはるんで、ちょっと、そんな形で、ご門徒高校を右から左ということではありますがさせていただこうかなと、そんなことを思ったりもします。で、それからあと、いつものことなんですけれども、木曜日はいつものことなんですが、古東町の三崎館という、古東町じゃない、旧古東町、今東近江市の一部になっています、東近江市横溝にあります三崎館という野菜直売場で野菜をいただいて、でいつもやったらここから東近江市の社会福祉協議会本局まで、そのお野菜をこうお届けするんですが、今回はおかえり食堂さん、八日市のおかえり食堂さんのリーダーの方にお願いをして、八日市の本局までその方に届けていただこうと思っています。で、こう別にそんなみんなやってもらったらええやんっていうふうに思わないでもないのですが、しかし初めてのことなんで、おかえり食堂さんにお願いするのは初めてなんで、三崎館の方もご存じないですし、でおかえり食堂さんもどうしたらいいのか初めてですからお分かりにならんでしょうから、ここをこういうふうにしてこうしてこのお野菜をもろって言っていうような形でこうね、お知らせをして、で顔つなぎをしていた行きたいと思っていますんで、そして子ども食堂、それからあと子ども食堂にまた戻りますと。で子ども食堂ダブルヘッダーの第2試合目はね、今度テイクアウトの子ども食堂がありますんで、野菜切ってネギ刻んでね、ネギを刻むかどうかは分かりませんがね、何がしかの野菜を刻んで、お料理をしようと思っています。で、皆さんに持ち帰っていただこうと思っていますんで、彦根と自分の家と、それから、お酒くださるというお酒をくださるというお寺と、それから三崎館さんとぐるぐると回らんなんということで、これよう考えては夜まで動けんなということで、こうタイヤ周りの分まで含めるとなかなかこの時間取れるわけがないんで、で明日の分を今録画させていただこうと思っています。で、今日はですね、シアトルの、アメリカ各地の、こうララ活動、日本救援活動をですね、どういった形であったのかということを種本ただ読むだけの話なんですけど、なんか懐かしいなと思うことがございます。シアトルやアメリカの各地、ね、本土の各地、それからハワイの様子をお知らせするんですけど、一番最初にシアトルが出てくるんですが、シアトルって懐かしいなと思いますね。皆さんシアトルってどんなことを思わはりますやろ。野球が好きな人やったらイチローかね。イチローが全盛期だった時期はちょうどシアトルマリナーズにいた時かなと思いますから、私は実はオリックスファンで、元から阪急ファンやったんで、ずっと阪急からこうオリックスずっとファンなんだけど、そしたらやっぱりイチローのことは気になりますね。でシアトル行ってからもずっと応援していたんですけれども、そのシアトルって間違ったなと。でそのシアトルからですね、もうだいぶ前の話ですけど、世界の仏教青年会の大会がですね、仏教青年会の世界大会が日本であって、奈良やったかな、 だいぶ昔の話です。で奈良で、こう大会があるときに、
こうホストで泊めてくれへんかいう話になりまして、で男の子2人泊めましたね。 で1人がカリフォルニアの南アメルダ郡かな、でもう1人がシアトルの子ね。で2人にいろんなもんもらいました。イチローの T シャツをもらったのももらいましたけど、あれとかあったかな、やっぱイチローの T シャツやっぱシアトルの子かね。でそのシアトルの子なんかと喋ってましたら、シアトルの子は元からずっと仏教徒の家庭 で南アメルダ郡の方は、こうもともとキリスト教の家系なんだけれども、その子は仏教界のバスケットボールチームに入ったんですね。で普通にやっていたら日系人の体格ではなかなかバスケットで、こう試合を楽しむというわけにはいきませんから、そうすると日系人ばっかりでバスケットのリーグを作るということで、そうすると身長差が不利になりませんから、みんな日系人やから、それで、こう入ったチーム一番近かったところはバスケ日系人の仏教界のバスケットボールチームやったんで、でそこで、こう会計士さん、おそらく僕の同級生の彼かなと思うんやけど、K 君です。 K 君が指導してバスケットを教えたんかなと思うんやけどね。で、そのバスケットを教えるばっかりでなくて、仏教の方もいいよ言うてくれたんでしょうね。 K 君らしいなと思いますけれども、その彼がね、K 君の、ご教家の賜物なのでしょう、こう仏教徒になっていかれて、その南アメルダ郡からはこう一人来て、でシアトルの方の子はもともと仏教徒の子、ご家庭でね、おばあちゃんや家族が来いよ行けよって言うたまやから来ましたって言ってましたね。 でその子はね、その子はやっぱり、まあ、お二人ともそうだと思うんですけど、やっぱり、こう 戦時中はおばあちゃんがね、こう日系人の収容所に張ってたんですよ言って、シアトルやから、まあ、両方おじいちゃんの両方の家系の人が入っておいでになったのかなと思います。で、珍しくと言ったらいかんかもしれませんけど、まあ、日系人ずっと日系人やから、全く混じり気なく日系人ですから、こうおじいちゃんの家系もおばあちゃんの家系もみんな日系人の収容所に張ってはったんかなと思うんですけれども、そういうことをおじいちゃんおばあちゃん経験しましたって言ってお話をしていましたね。彼今どうしてるのかなと思います。南アメルダ郡の子もどうしてるかなと思うんですけど、このシアトルのことをこう見聞きしますと、彼のことを思ったり、あるいはイチローが活躍していた時のことを思ったりしますね。まあシアトルの日系人のララ活動から読んでいきましょう。戦前から日系人の多く住む西海岸のシアトル、ワシントン州でも日系人が収容所から帰還し始めて間もない1946年2月、戦前西北部連絡日本人会長であった三原源治氏が理事長となって米国西北部日本難民救済会を設立。ワシントン州スポーケン、オンタリオに支部を設け、義援金及び古着、古靴などの物品を集め、アメリカフレンド奉仕団を通して日本に送った。義援金の募集は3回行われ、合計4万ドル、古着古靴は30万トンが送られたと記録されている。モルモン教で有名なユタ州ソルトレークシティでは、仏教会とキリスト教会が一緒になってソルトレークシティ教会連盟難民救済会を組織されます。でこの代表がですね、仏教会側は、滋賀県ご出身の寺川長年会教師です。非常に立派な方であるといってね、こう今も名を残す偉い会教師さんですね。
で、キリスト教側が太田藤助牧師様です。で、このお二人が代表となられまして、この教会連盟、仏教会、キリスト教会連盟難民救済会が作られました。で、1946年11月、7200ドルほどをアメリカフレンド奉仕団に送り、1947年8月には古着を送っている。アメリカ中西部のオハイオ州クリーブランドには約250家族の日系人が住んでいたが、指原藤三郎氏を会長にクリーブランド故国難民救済会を設立。義援金5400ドル余りを集め、うち5000ドルを送金。また古着、ヤギなどを送っている。古着というのは、書いて字のことごとくで古着ですけれども、ヤギの方はわからないかもしれませんね。めいめいってね、めいめいってヤギさんですが、そのヤギさん何のために送ったのって言ったら、基本ヤギの乳ですわ。あんまり美味しいとは思いませんけれども、しかしそんなこと言ってられないぐらい栄養が不足していましたから、十分に食べるものがありませんでしたから。そのヤギの乳、ヤギの乳を飲んでもらいたいということで、日本に随分たくさんいろんなところからヤギが送られてきたことがあったんですよ。で、そのヤギなどを送ってくれはったってこう書いてあります。で、同会は48年1月、日系親和会と会称、同会に救済部を設け、日本救援を続け、50年1月救済部を廃止した。で、次、日系人の少ない首都ワシントンでも46年11月、ワシントンに日本人キリスト教会が中心となり、黒田良心牧師を会長に日本難民救済会を組織。46年には620ドルの拠出金を得て、これで救済物資を購入、日本のララ事務所へ送り、47年には古着をアメリカフレンド奉仕団を通じて、また48年には戦災学童のため、ヤギ2頭分100ドルをララ本部に送付している。日系人の多いハワイでは、ホノルルやマウイ島に救済組織が複数できた。ホノルルにはララ日本難民救済会代表安藤洋介氏、著名な仏教徒やったかな。で、1946年11月成立、友愛十字会ハワイ支部代表須田文吉氏、1950年9月成立、戦災孤児救済クラブ代表役員20名、1949年1月創立、ハワイ同志会代表右田直氏、発行会の発行というのは発行意中の発行です。発行会会長朝日和夫氏など、マウイ島には、ついでマウイ島には、マウイ島日本難民救済委員会委員長柴野利一氏、ホノルルの日本難民救済会マウイ支部を開祖して47年10月発足があった。このうち最も大きなものはホノルルのララ日本難民救済会で、1946年12月から47年1年間は衣類、ミルクなど16万トンで
16万1149ドル72セント分。48年には衣類、薬品、醤油、味噌、靴など94,050ドル43セント分。49年には79,000ドル分。50年には衣類、靴、昆布、醤油など89,923ドル分。51年からララの終わる52年3月末までには47,240ドル分の物品と総計569,485ドル15セント分の物品をララ物資として日本に送り、その運賃として41,099ドル83セントを支払っている。なんかだんだんちょっと涙声になってきたところがあるんです。これはどうしてかというと、やっぱり本土の人もそうだけれども、ハワイは442第100連隊、やっぱ第100連隊から日系部隊始まりますから、たくさんの人が戦死されていたと思うんですね。戦死してはるわけですよ。戦死してはるわけですよ。で、その若い家族を失ったご家族たちがこうやってたくさんのお金や物を集めて、自分が戦争遺族である人たちが、ハワイの場合は収容所に入れられるってことは基本なかったわけだけれども、それにしても自分の 親はないかな、親は例外だろうけども、兄弟や息子さんや旦那さんを失った人たちが日本を救おうと思って、こうやって物をたくさん集めてくれはったんかな、いうことを、こう誰が会長で誰がいくらいくらってこう読んでるわけだけれど、読んでるわけだけど、そやけどこれ何万ドルってねこの人たちの中にどれだけ戦死した人の遺族をやったんかな、どんな思いで送ってくれはったんかな、思ったことを感じ、そんなことを、その人たちの思いを感じているときに、なんかこう、なんていうかね、ちょっと胸が熱くなってしまいましたね。はい、失礼しました。ごめんなさい。日系人の日本救済のこういった動きは、アメリカ国内だけにとどまらなかった。隣接のカナダでは、トロントに46年11月、日本日系人に主として伝道していたカナダ合同教会の牧師たちのイニシアティブで、オンタリオ日本救済委員会が作られた。同委員会は48年6月に解散したが、解散までに粉ミルク、古着などを日本に送っている。同委員会の解散後は、トロントの日系市民協会が日本救援に乗り出し、1949年3月、5,368ドルの募金を得て、これをカナダ産粉ミルク6トンに変え、50年には1,575ドル、51年にはアルバータ州日本市民協会の3,818ドルを含む4000トンで13ドルをいずれも同様に粉ミルクに変えて日本に送っている。これ以外に、まあ、明らかにここに書いているところ以外に、
私が読んでいるこの種本以外のところで、沖縄の方々が、2300ドルですか、1回目が2300ドルということで、沖縄の方々が中心になって、あと本土系の方々も随分としてくれて、アルバータ州ばかりではないんですけれども、アルバータ州が主になって2300ドルというお金を集め、で薬品を沖縄に送ってくださったということはすでに話していますから、おそらくはこのオンタリオ州のこの話ばかりでなくて、カナダ各地からもいろんな形でララ物資が届けられているものと思いますね。そういうことをね、ジョッさん胸が熱くなってしまいました。日系兵士として、たくさんの死亡、戦死率がものすごく高かった442の、ご遺族の方々も含めて、こうやって皆さん何万ドル何万ドルってただボケッと呼んでるわけじゃなくて、そういう人たちの思い感じながら、今日、ララのね、救援活動の一端をご紹介しました。まあ今日はこれで終わります。